おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんに行ったらですね、このメガバスの巨大なクランクベイトが発売開始になってましたよ。キープキャストのメガバスブースなんかを覗くとですね、今年は結構大きめなルアー、まあ小さいのももちろんね、あのアイバイアイシャットとかいろいろ話題のルアーありましたけども、巨大なペンシルベイトとか、とこの巨大なクランクベイトとかね、大きなルアーで目立つのがね結構あった印象で、で出たらね1個買いたいななんていう風に思っていたんですけども、一つですね買うことができたので早速見ていきたいと思います。まず名前がですねビッグ M4.0 っていうことで、なんですかね、ビッグクランクイポーグも 4.0 だよな、なんか 4.0 ってつけるのが流行ってるんですかね。まあ、巨大なクランクベイトだよということで、マザーレイクの M、ビッグママの M、 モンスターハンティングの M、メガバスの M ね、まあ、いろんな M の要素が入っているよっていうことでビッグ M っていうことでね名前が書いております。その他に書いてあるのが、佐藤真嗣シークレットモデルっていうのが書いてありますね。で、長さが126mm で重さが2オンスだよ、4メートル潜るよってことなの、結構潜りますね。まあこんな感じで裏面、価格がですねキーポンで2300円で、買うことができました。結構ねこんな大きさだからもうちょっとね値が張るかなとかね思ったんですけども、価格はそこまでは高くないんじゃないか、まあ高いものではあるけど2300円ほどで、ね、販売されているということで、結構音がねすごそうですね。じゃあ早速開封していきたいと思います。ビッグ M、はい、出てきました。こんな感じのね、やっぱカラーリングはねメガバスなんでめちゃくちゃ綺麗ですね。こんな感じの面構えで、リップが結構ね丈夫そうな厚手なねスタートで、先端もそこまで鋭くはなってないですね。なんか丈夫そうなリップがついていて、形はこんな感じです。面構えがね、いいですね。メガバスならではのこの顔周りね、かっこいいし綺麗って感じですよね。カラーリングがねすごいね、やっぱこの生めかしツルンツルンなんだけど鱗も細かくね彫り込まれていて非常に複雑な、あで重心移動が見えますね。あこれ3つのウェイトがラフにダラダラダラと後ろに行くね、最新の LBO とかそういうんじゃないんですね。大きいのがもうダカダカダカと行くよっていうね。なんでまあちょっとゴトゴト音というかちょっとしたラトルのような要素も期待してでしょうか。あ大きめの3つのシンカーボールがゴトゴトゴトと後ろのね、つけてここだと見つけ、ここら辺までね、下がっていきます。こんなね感じです。で背中にはユキイトビッグ M4.0 メガバスっていう風に書いてありますね。最近あの年号入ってないんですね。前のメガバスってあの98とかね、あっまあ98相当前ですけどね、ここに年号入ってない、最近のは年号が入ってないんだなぁなんて思いつつ、で針はねフッ素コートとかではないですね、通常の黒色の、まあでも刺さりは抜群に良さそうな針がついております。でこの見た目にしては比較的薄っぺらい作りなんじゃないかな、ね、最近 の、 あのマグナムクランクっていうとちょっとポテリ、ね、した感じのデザインが多いですけども、メガバスのこれに関しては比較的薄めなんで、どうですかね投げてみないとですけど、そこまで、巻き重りっていうか、しないのかな、スルスルスルってもしかしたら寄ってきてくれるのかな。この作りがですね、まあ、形こそ違えど一番ねメガバスで大好きな、ミノーのカナタね、
巨大な実のありますけど、カナタに比較的似た感じなのかな。こうカナタもね、このデカめの森が後ろにダラララってね3つ行って、でめちゃくちゃ飛ぶんですよね。まあ大きさもあるかとは思うんですけども、まあいろいろメガバスの実の、投げ比べてめちゃくちゃね、遠くに飛ぶっていうのがカナタってイメージなので、それと非常に似たような感じのね、気候なんで、ちょっとぶっ飛ばしに期待ができるんじゃないかななんていうふうに、感じております。でまあ2オンスほどということなんでね、あとは裏にはいろいろ説明が書いてありますが、まずね、ビッグ M4.0、ビッグ M はメガバスが長きにわたり取り組んでいたビッグクランクベイトの進化系。従来のディープクランクにありがちだったファットボディ&ロングビルから脱却、あえてフラットサイドデザインとショートリップを採用し、さらに低重心化、圧倒的な明滅インパクトを生み出す切れ味鋭いローリングを実現し、水深 3.5 メートル前後のプロダクティブゾーンをロングトレースするための設計です。さらに向かい風を切り裂いて飛行する圧倒的なロングキャスタビリティと、1日中引き倒しても全く疲れないストレスフリーの引き心地も達成。ディープを回遊するビッグママへの制御力をかつてなかった次元で圧倒的に高めたエンジニアリングを異次元の要素をパッケージング。琵琶湖の管理人とも言われる鬼の塾長佐藤真嗣が監修し、伊藤由紀と新世代の開発チームが一丸となって生み出したビッグクランクのニュージェネレーション。これまでのビッグクランクとは比較にならないほどデカバスとの遭遇率を飛躍的に高めたジャイアントキラークランクです。裏表紙のポイントとしては、ショートリップと流体力学に基づくボディデザインにより一日中巻き倒しても疲れないストレスフリーな引き心地っていうところと、あとはですね、フラットデザインと超低重心により圧倒的な明滅インパクトを放つウォーブンロールですね。ウォーブンロール、ウォーボリングってね、このウォーボリングはこの横振りの動き、ローリングはこの縦の動きね、これが組み合わさったウォーボリングロールが、この低重心化と、まあいろんな、まあバランスによって非常によろしいと、こういうようなことがこの裏にね、バシッとね書いてあります。これカラーはですね、何カラーなのかな、GLX ギャラクシーギルね。ああ、そっか、もうピーコックバスっぽいなと思って、これはね、ギル系のカラーみたいですね。ということで、まあこの手のサイズのね、ギル、これからまだね、ちょっと、シーズンも秋に向けて移行していってますけども、まだまだいけるんじゃないですかね。関東のリザーバーでね、ギルクイバスが多い釣り場なんかで非常に効くんじゃないかなって期待してるんですけども、まずはですね、千葉県のトズラッパラダムとかね、結構ハスフラットであるとか、まあ巨大なね、こういったシルエットのやつにまだ果敢に反応してくれるバスが結構いるはずなんで、そういったところでどんな感じかなって投げ込んでみたいのとね、あとはちょっとね、亀山ダムとかね、そういったところでも、試してみたいな。でこの平たいね、大きめのこのシルエットで遠くに飛んで、まあある程度潜りながらアピールしてくれるっていうことで、あとはこれからのシーズンのですね、冬のシーバスですけどね、この白パターン、あんなところでもですね、すごい効くんじゃないかななんていう風に思っているんで、そういったところでもですね、ちょっとこの巨大なクランクベイト、投げてみようかななんていう風に思うんですけども、だいぶねこの大ぶりなクランクもね、各メーカーの出揃ってきましたんでね。あとは今勝とかでも確か巨大なクランクベイトってね、ずっと、開発テストが進んでいるはずなんで、そこら辺が出てきたらですね、いよいよ気になっている巨大なクランクベイト、だいぶ出揃ってくるんじゃないかななんていうふうに思いますんで、まずはね、これね、メガバスのピック
MAC-M4.0 ね、これどんな感じかなってしばらく、これからちょうど巻物のハイシーズンにも突入してきますからね、徐々に暑い夏も終わりが近づいてきて、日によってはね朝とかも、だいぶ涼しくなってきましたんで、いよいよ、ストラクチャーにタイトにねついていたあちーってやっていた、垂直に狙うようなバスも横にこう、魚を追うような時期にですね突入してきますんで、そんな時にで餌も秋にかけてどんどん大きくなってきますからね、比較的チャンスが増えてくるんじゃないかなね、佐藤真嗣さんなんで、まあ琵琶湖でねぶっ飛ばしてサーチするっていうのを考えて作られたルアーだとは思うんですけどね、ほんと最近あんまり誰も投げてないっていうのもあるのかもしれないんですけどね、巨大なクランクベイト案外投げたら釣れちゃったみたいなことをね多いですからね、試していきたいななんていうふうに考えております。じゃあね、あとね2オンスってことだけど重さね測っておきます。はい、じゃあね、メガバスのビッグ M4.0 これは何グラムでしょうか。53.6 ね、そこまでね80とかそういう重さじゃないんで、まあ強めの巻物タックルだったらどうにかいけるんじゃないかなね、自分だとタトゥーラエリートとかそこら辺がここら辺までね気持ちよく使える竿なんで、タトゥーラエリートに、バンタムのローギアのモデルで組み合わせて投げていくような感じになるんじゃないかななんていうふうに思うんで、なんとかねちょっと、今年中にねこういうこのでかいルアーで釣れたよなんていう感じでね実況動画上げていければななんていうふうに目論んでおります。というわけで本日の釣り子 TV はメガバスから新しく出たですね巨大な、マグナムクランクベイトビッグ M4.0、これを買ってきてみたいとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。